はい、こんばんは。よし。暑いね、今日も。そう、暑かった、めっちゃ。でもなんか暑かったけど涼しかった。どっちかがないけど。マックでよく頼むメニューは何？マックなんだっけ？前ね好きだったのなんだっけ？ダイエットも好きだけど、なんだっけ、バーガー本当に好きだったやつがあったんだよね。マクルーリーも美味しいよね。侍ではないかって気がする。グラコロだ。確かグラコロかも。グラコロがね、今までで一番美味しかった。でも最近は食べてない。マック自体を。ポテトとナゲットどっちが好き？前まではナゲットだったんだけど、今は。今はポテト。
とネゲットのマスタードはマスタード食べれるんだけど、あんまりめっちゃ好きってわけではない。マックイズにマック、そのマックイズにマック欲しい。マックは店内とお持ち帰り、どっち、圧倒的ね、お持ち帰りかな。なんかお出かけするときに毎回マックを通るから、だからそのついでにお持ち帰りして、で目的地に向かってる間に食べてる。モバイルオーダーが楽すぎてつい買ってしまう。で、モバイルオーダー便利だよね。いつもニコニコいいので来てくれてありがとうございます。お支払いはペイペイでしょ。キャッシュレス決済は何、圧倒的ペイペイだよね。ペイペイってめっちゃ便利だよね。買い物は現金。へえ。圧倒的にペイペイ。最初の頃ペイペイでっていうの恥ずかしかった。でもさ、コンビニ、危ない。コンビニとかさ。セブンとかさ、だいたいタッチつながあるじゃん、機械が。だから便利。ペイペイしようとなります。でもね、めっちゃ本当に楽。
そうだよね、現金全然使って、レジしてて、たまに音量が超でかい人いるとお互いにじわる。え、音量でかいとかあるの？こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ペイペイの音量でかい人いるんだ。俺はいつも払うときにペイペイって自分で言ってる。え、それ周りから見たらさ、ただのおかしい人。いずれみんな現金持たなくなるんだよね。どんどん進化するかも。まるまるペイって多い。あ、確かに。でもそんな見たことはないけど。私生ペイペイ面白い。神社に行くとき、お賽銭がいるので現金がないと困る。ああ、確かに神社のときは困るよね。神社でさ、ペイペイってなったらすごい困る。いつもニコニコみんなで来てくれてありがとうございます。あ、15分経った、ありがとうございます。じゃあ15分経ったので断じめをしたいと思います。13位ブキックさん、12位翔ちゃん、11位リョーダさん、10位ひろたんさん、9位シーナさん、8位中島優さん、7位ひょもこすいとんさん、6位シャオータンさん、5位ひかれびさん、4位なるまいんこさん、ありがとうございます。えい、そして第3位はぐる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 っとかん杉太郎さんです、ありがとうございます。えい、そして第2位はぐる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 っとかんあすかさんです、ありがとうございます。えい、
して第1位はぐる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 ってかんポテチさんです。ありがとうございます。えい、ありがとうございます。皆さん今日もたくさん来てくれてありがとうございました。明日も同じ画なので来てくれると嬉しいです。2361の方来てくれてありがとうございました。 GO! あ、まだだまだだ、ありがとうございました。あ、じゃあカウントして終わりたいと思います。2361の方来てくださりありがとうございました。5 4 3 2 1またね、バイバーイ。